本巣市十四条にあるアフェットさんにやってきました。グランドピアノのあるカフェということで、早速行ってみましょう。柿畑が広がるのどかな場所にあるアフェット。ホワイトとグレーのスタイリッシュな外観が目を引きます。店内に入るとまず目を引くのが奥にあるグランドピアノ。店長の堀恵梨香さんが、音楽を気軽に楽しんだり仲間で集まれる場所を作りたいという思いから2023年4月にオープンしました。音楽と料理が気軽に楽しめるカフェです。グランドピアノが置いてあるので、ぜひお気軽にピアノの音を聞きに来てください。おすすめは日替わりパスタです。これから旬となってくる牡蠣を使用したパスタがおすすめです。日替わりランチをご用意いただきました。とっても美味しそうです。どの部分が日替わりになるんですか？もうスープもサラダもパスタも全部毎回変わるので。ああそうなんですね、はい。じゃあ毎回これはこういろんな旬の食材を取り入れて作られてるということなんですか？はいはい、ランチには旬の素材や知り合いの農家さんからいただいた野菜を使った日替わりパスタやタコライスがあります。スープとサラダがセットになっているのも嬉しいですね。じゃあ牡蠣のチーズクリームパスタいただきます。チーズがもっとこってりしてるのかなっていうパッと見そんな印象があったんですけど、さっぱりしていて本当牡蠣の旨味がしっかり詰まったパスタっていう感じですね。はい、このクリームとチーズと牡蠣三位一体でとっても美味しいです。ありがとうございます。日替わりランチの中のこの食材っていうのは旬の食材を使われてるっていうことでしたけど、なんか具体的にこだわりみたいなものってあるんですか？パスタに使用しているニンニクなんですが、こちらは郷土町の方から専属で無農薬のニンニクをこちらに提供していただいております。すごいですね。でもなんかやっぱりパスタとかこういったお料理ってニンニクってもう本当要じゃないですか。そうですね。なんかやっぱりそういうちゃんとこうベースの部分をこだわって作られてるんですね。ですね、はい。やっぱりランチの後はデザート食べたいですよね。ということでプラス330円で、つけられるこのドリンクと日替わりのデザートのセットをいただきます。この日のデザートはアイスを加えたバターシュガークレープ。最近新しく加わったクレープメーカーで焼きたてのクレープをいただけます。デザートはもちろん、今後はお食事系クレープの提供も考えているそうです。いただきます。とろけます。美味しいです。クレープもちもちですね。新しいメニューだってさっきちょっとちらっと伺ったんですけど。はい、先月あたりからスタートしておりまして、まだこれからいろんなメニュー増やしていきたいなと思っております。デザートも日替わりだからいろんなものがじゃあ毎回楽しめるっていうことですね。そうですね。雰囲気がいいからお店もなんかすごく癒される感じがしますね。フルーツティーとこの、ね、クレープとなんかピアノも聴きたくなってきたなと思っちゃいますね。ぜひ貸し切りパーティーなどいろいろ行っておりますので、音楽イベント、はい、完全予約制になるので事前の予約をお問い合わせいただければと思います。ゆったりとした時間を過ごしながら味わうランチにデザート、元飯、ごちそうさまでした。ランチやティータイムの営業もしていますが、音楽イベントや貸し切りパーティーなども行っておりますので、お気軽にお問い合わせください。
アフェットの営業時間はご覧の通りです。営業日やイベントなどインスタグラムで情報を発信していますので、事前にチェックしてお出かけください。